セクシービームで桃色に染めちゃうぞふDMM パチタウン専属タレントミポリンこと水木美穂です。ニーハオー。この番組は己の最大限のパフォーマンスを発揮するというのをコンセプトとした番組となっております。すごい引きを発揮したり一発芸やセクシーさをアピールするということで、それによって賞をいただけるっていう風になっています。もう私は3回目なので今日こそは素晴らしい賞を持って帰りたいと思います。今日はチャイナで行っちゃいなっていうことでチャイナで切っちゃいましたということで、ね、今日はチャイナで頑張っちゃいます。さあ一体何回言ったでしょうか。5回です。すいません、頑張ります。バイバーイ。私は今日は悪い番号を引いたらコンモンチャマを打とうと思ってたんで、コンモンチャマに行きます。よし取れた。角台に行きます。前角台があのリセットかかってそうで、なんかバラエティがリセットかかってそうで、でしかも角が出てたから角を打ちたいと思ってました。ちょっとコンモンチャマってだいぶもうねなくなってきてる台ではあるんですけど、結構ね人気な機種ですよね。みんな結構好きな方が多いと思うんです。私もなくなってほしくないなって思ってる台の一つで、これももうすぐたまりますね。抽選が悪かったんでバジリスクも番長3も最初からちょっと諦めてましたね。これがすごいめちゃいっぱい溜まってますね。いきなりすごいな、これ溜まったやん。もうさっきもこれで100乗ってたと思うんだけど、で2回目ね溜まったんでミトルーレット AT の方です。さあどうだろう。あーダメ、発展とかあんまり良くない。あーあれ、まあでもそんなにまだわからない。あチャンスアップです。ぽよよんが出たらちょっとチャンスアップです。マグマ園行ったら割と暑いです、ね、あ、継続、これは暑い。そうかも。勝てる。あー当たりました、やばい確定の演出に発展使ってますからね。あすいません飛ばしちゃったか。まあ、出玉確保したいからバランス表でいきます。あれどうなんだ、これは赤色チャンスなのか。あーやっぱりな20ゲームスタート、少ないやつですね。
感もない。ここからないかな、ないだろうな。ない終わっちゃいました。最悪だ。チャンスゾーン確定になりました。あ、オーギーテート、これは熱いぞ。これは、確か66%でしたっけ。だからこれは AT に入るかもしれない。オギーちゃんめっちゃ可愛いですよね。萌え萌え。ですよ。今20%ですね。あんまりたまらないな。これで30%です。あ、赤文字ですよ。まだ乗るかも。ということで今 50%。 残り2ゲームです。お願いします。あー、なんで引けないんだ。あー、告白タイムうまくいくんでしょうか。50% でした。好きです。僕と付き合ってください。本気なの？お願いします。いけました。シェイシェイ。ありがとうございます。シェイシェイ。さあどうしましょうかね。据え置きっていうのも分かったことだし。裏で行っちゃいます。裏腹で行きます。お願いします。うわー、これ通常ですね。お、よかった。ド発展行きました。シンシン。さあ、ドハって面白いですよね。あ、赤文字やん。エクセレン。おお、ほうほう。緑ね。これ狙わなくても揃います。よっしゃー。2回目も。緑。あ、あ、青色。あ、やばい。やば、青やで。あ、ダメだ。うわ、これ揃ってくれないと困る。あ、赤色や。怪しい。よし、うまい、うまい。リセットされますから。
おお、揃った。今は、70ですね。激アツ演出。さあ、おじいちゃん出たらもう暑いです。勝てそうですよ。え、嘘でしょ。よし、よかったよかったよかった。あー、すごいこれ何回か見たことありますね。勝利、かわいい。さあ、いいのチャンス。次どうしよう。これ本当に悩む。どうしようかな。裏の挑戦いっちゃいます。裏挑戦が一番好き。あーはー、やばいな。いや、スコーリーが多い時あるんですけどね。お願い。やっぱり、あー、ショックだ。あー、終わりだ。ニュースゲームで173枚でした。しまって、ダメだ。クリアをどうかな。拷問茶まで15本使ったので今から16本目になります。いただきます。あ、またチャンスリプレイ。メッシュお願いします。あ、チェリーか。ボーナスかです。あ、これはチェリーだったかそうだったチェリーを取りこぼしてますね。あ、入ってる。
何なんだよ。目押しをミスしてたのかい。おかしくない？失敗談。普段はすごい失敗結構してます。高校の時に、高校じゃないか、まあ、学生の時にカレーライスを作ったんですけど、一味足すと美味しいって言うじゃないですか。それでなんかリンゴとかチョコレートとか入れたらいいよとか、まろやかになるよとか言われるじゃないですか。その塩とかその全部入れちゃったんですよね。塩もチョコレートも蜂蜜も他何入れたかな、なんか書いてあるやつを全部入れてしまって、めちゃくちゃまずいカレーライスになったのを思い出しました。おー熱い、激熱。あ、これチェリー。チェリーでこの演出。あるかも。あ、チェリーで当たった。熱っ。まあその弱レア役から当たるっていうのは珍しいんですよね。まあこれでビッグかバーかどっちでしょうか。あ、赤なのです。あ、でもよかったです。これで投資がなんとなんとトータル20本。でこっから RT、 あ、赤い色だ。これ青いただきラッシュだったら偶数示唆なんです。終わっちゃいました。で今回チャイナー着てるんですけど、なんかこれ着てほしいなっていうコスがあったら募集するので、してるの募集してるので、ぜひツイッターとかでもいいんで書いてください。お、熱い。おお、チャンスリプレイだ。当たったかもしれんよこれは。え、どういうこと、チェリーで、あ、チェリーの後のチャンス目どうだろう。出る。リプレイね。どうだろう。何色？ビッグです。追加投資はなしで2本ですね。304枚でした。あー、スイカか。お、え、スイカで、やば、暑いですけど入ってるっぽい。入ってますね。スイカで当たった。スイカで設定差がある。これバーやったら、あ、ビッグ。スイ
で入るとか珍しい、なんかジャクリア役でほんまに入らへんから。328枚で終了、当たらなかった。ヒロ、あれチャンス目だ。願いしますよ。お、やば、熱い。これがリプレイじゃなかったらリプレイか。おお、味方だ。だいぶチャンス、30%ですね。あ、入った。え、ちょっと、わからん。おめでとう。やりました、シェイシェイ。ありがとうございます。7、ビッグボーナスです。ビッグボーナス、異色ビッグ。あー、残り3ゲームお願い。あー、熱い。このゲームで当たりました。パー、レギュラーボーナスか。今20本の投資で追加投資もなく、いい感じにね続いてます。今下皿いっぱいくらいですかね。お、あれ、スイカ。よかった。入ってたのか。あ、すごい声出しちゃった。これ設定差ありますよ。びっくりした。何で入ったっけ。終了、最悪だ。273ゲームで、やめます。なんかいい感じに上がってきてたんですけど、ちょっと最後にはまってしまいましたね。なんと151枚。まあでもちょっとでも流すのが。実戦終了。収支の方を発表したいと思います。1000枚投資で回収が151枚、狭枚数が849枚でした。ということで完全に負けてしまいました。私自身は負けちゃったんですけど、周りは結構ねいつも通り出てたんですよ。もう3度目なんですけど、やっぱり一番最初に埋まったのはバチリスク絆で、その他番長とかも盛り上がってまして、
今までの傾向からいくと今日はいけるはずだったんですけど、ちょっとねちょっとミスってしまいましたね。打つ台を、いける台に行けばよかったんですけど、ちょっと失敗してしまいました。ジャグラーコーナーもドル箱2箱とか積まれてるお客様何台かありましたし、バーサスも出てましたね。だから前回もそう同じようなこと言ったんですけど、やっぱり今回もまんべんなく入ってるんじゃないかなっていう感じがしました。皆さんも123シティ和歌山店様に来ちゃいな。またねー。